はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ総裁選がね、自民党の総裁選が事実上の次期総理決定戦になるのは皆さんもね、ご周知のことだと思います。今回ね、自民党がゲアして、野党の何がしかが政権を取ることはまあないでしょうね。残念ながらこれが現実で、でも将来的には自民党ってのは党の体質を変えていって、もう別の派閥がね、前面に出てくるか、もしくは自民党ってものが、まあ、敗退してですね、別の野党がね、繰り出してくるっていう形になるのがいいんじゃないかなと思います。結局ね、その公明党みたいなところが小判ざみたいに有利なところにばっかりついていこうとするから、まあ世の中おかしくなっていくっていうかね、自民党が図に乗るわけで、それから維新の会もそんな感じなんですよね。特に公明党は本当悪の権化だと私は思います。ですので創価学会の方がね、本当にね、気の毒なんですよ。熱心に選挙の応援してくださるんですけども、で私のところにも来てくださるんですけども、公明党に応援する価値はないですよ。だから自民党と離れた時初めて公明党の価値が出てくると思います。公明党さん単独で政権取りに行けばいいのに、どうしちゃったんでしょうかね。まあ、あれほど素晴らしいことを提言されていて、自民党に働きかけてこういうふうになりましたって言うんだったら、自民党にお願いしなくても自分で政権取って思い通りにやれば、本当に全ての人をね、幸せにできると思うんですよ。素晴らしい理念もお持ちですし、しっかりとした組織もお持ちじゃないですか。何なんだろうなと思いますよね。結局は自民党の力を借りなければ一人じゃ歩けない、独立トップできない中途半端な政党だと私は思いますよね。だから残念ながらね、公明党は自民党以下の政党だと思いますので、本当は実力的にはね、公明党が前面に出てくれれば本当にいいんですよ。でも今のままではね、本当に自民党のやりたい放題っていうかね、なんかその忖度しまくりっていうかね、ダメだなと。スネオ政党ですね、自民党に対して。自民党がジャイアンだとしたらスネオ政党というね。だから公明党さんも最初の理念を忘れてほしくないなっていうかね、創価学会の皆さんに泥を塗ってるわけですから、今の状態では。だからなんか自民党にすり寄るんじゃなくて、公明党は公明党でやればいいんじゃないかなと思いますけど、反旗を翻してね、バシッと筋を通してもらいたいなと思うんですけどもね。どういうふうにお考えですかね。それからね、やっぱり麻生財務大臣が一人で頑張って日本国民をね、やっぱ死に追いやろうとして一生懸命なんですよね。これどうしたんでしょうかね。自分の残りの人生が少ないことを思って、一人でも多く巻き添えにしたいのか、それともこの国をどん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 不利な状況にして他国から攻めやすいようにしてるのか、どっちかだと思うんですけどね。とにかく麻生財務大臣がいるおかげで、総理が誰になってもね、もう邪魔のしっぱなしですよ。でそもそも総理が麻生財務大臣なんかにへこらずにね、麻生財務大臣を更迭するなりね、なんかこう罠にはめて追い出すなりすればいいと思うんですよ。得意じゃないですか、そういうふうな、麻生財務大臣がやってるように根も葉もないところから策略を弄してね、人を陥れて、まあ、例えば死に追いやるみたいなこともあるわけですよ。あれは麻生財務大臣がやったかどうかわからないですけども、赤木敏夫さんのことなんてのは闇から闇でしょ。だから人の命なんと思ってないわけなんですよ。特にこの2年弱コロナ禍というものにおいて、多くの国民が困っているところ、お金さえ出せば助かるのに、お金をガンとして出さずにね、積極的に見殺しにしているところがそこに見えるわけなんですよ。いや皆さんどうですか、これ偏った見方ですかね。だって財政出動すれば助かるし、財政出動しましょうって言って野党時代からね、与党に変わったわけですよ。何なんだよと思いますよね、麻生財務大臣。今の立場になって本当微対一文出さない姿勢じゃないですか。でしまいには今度ね、高市早苗さんはじめ岸田さんとかがね、金を出していくぞっていうふうに国民に明るい風吹かそうと思ったら、早速牽制するんですよ。もう金なんて出さねえぞみたいなね、何様だと、お前の金じゃねえだろうみたいなね。国民のお金、それが財政出動ですよ。国民のお金ですよ。麻生財務大臣一人がごねてるから、また余計に人が死ぬわけですよ。死なないまでも、もう本当にね、押しつぶされた人生で先を見失ったような人がね、多数輩出されるわけですよね。本当にとんでもないなと思いますね。で、その麻生財務大臣に何も言えない国会議員のしょうもなさ、どしがたいとしか言いようがないと。その権力を自分のために使い、国民のためには使わないということですよね。まあ、広島の買収事件もそうですけども、もう何事もなかったようにね、 SNS とか投稿してる市議会議員とかね、県会議員とかいるわけですよ。もう恥を知れって感じですよね。だからその家族にも同罪だなというところがありますけどね。だからやっぱり公僕となった以上、やっぱりね、
公に使えるっていう精神をなくしてほしくないなと思いますけどもね、うん、だから何なんでしょうね。それからエダノンさんもね、なんか官邸に帰るとか言ってますけども、本当なんかこう気の毒を通り越して滑稽ですよね。枝野さんね、枝野さんが立憲民主党のその頭をやめてね、別の方を擁立した方が多分党のためでもあるし、それからこの国のためでもあると思うんですよ。枝野さんは、うん、ちょっと今のね立場から、まあ、幹事長とかそのぐらいが適当じゃないかなと、うん、ちょっとね枝野さんのダメっぷりというかね、自分勝手ぶりは、うん、見るに堪えないというところがあります。で、立憲民主党の方もやっぱり与党は取れないですね、今の形では。うん、なんですかね、北海道の旭川で西川市長ですか、あれを立憲民主党から公認出そうとしてるわけでしょ。うん、だからあんなところにも、まあ、姑息な姿勢というかね、なんか人の命を何とも思わない人間を立て祀ろうとしている、うん、なんかしょうもなさが見えるかなと思うんですよね。まあ、言いたいことを言わせてもらいましたけども、なんかねその国民一人でも救ってみたらどうですか、国会議員ならっていうところが、まあ、まとめとして言いたいところですよね。いや本当に暗くなりますね皆さんね。結局は自分で何とかしなくちゃいけないってことなんでしょうかね。公助には期待できないということでしょうか。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それではいってらっしゃい。